ジョセフ・ダーレー・ケネディは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ラ・メサ出身の元プロ野球選手。左投げ右打ち。1998年の MLB ドラフトで、タンパベイ・デビル・レイズから8巡目指名され入団。2001年6月6日のトロントブルージェイズ戦で、メジャーデビューを果たした。この年は、20試合に先発登板した。2002年は、 全て先発で30試合に登板して規定投球回に到達。2003年は開幕投手を務めたがシーズン途中に腕の故障で負担の少ないリリーフに転向した。9月10日のブルージェイズ戦でキャリアで初めてセーブを記録した。2003年12月14日にデビルレイズ、ブルージェイズが絡む三角トレードでコロラドロッキーズへ移籍した。2004年は 急勝を挙げ、初めて防御率を3点台とした。2005年は、開幕投手を務めた。2005年7月13日に、ジェイ・ウィタシックと共に、エリック・バーンズ、オマー・キンタニーヤとのトレードで、オークランド・アスレチックスへ移籍した。移籍後は、リリーフで起用されていたが、9月に、リッチ・ハーデンが DL 入りすると、先発として起用された。2006年は、 リリーフで1年間プレーした。2007年は先発バ番手としてプレーしていた。6月の時点で1勝しか上げられなかった。2007年8月4日にウェーバーでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。8月15日にリーフとなり、その後解雇された。2007年8月28日にブルージェイズとマイナー契約を結んだ。9月2日にメジャーに昇格し、 9試合にリリーフで登板した。オフに FA となった。11月23日に友人の結婚式で滞在していたフロリダ州ブランドンで死亡した。2008年11月15日に死因は相棒弁の高血圧精神疾患であったことが発表された。ケネディの死を惜しんだアスレチックスとブルージェイズ時代の同僚で2014年に 言動入りしたフランク・トーマスは引退するまでケネディのグラブをロッカーに入れていた。また、当時ボルチモア・オリオールズに所属していたデビル・レイズ時代の同僚のオーブリー・ハフは2008年から背番号をケネディがかつて着用していた17番に変更し2009年後半のデトロイト・タイガース時代を除いて引退まで背負い続けた。ありがとうございます。